はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと最近、あのー、スパコンの、えっと、展示会とか講演会にお邪魔して、まあ、ちょっと、あの、自分でも講演をするんですけど、まあ、すごい問い合わせが多い商品があって、実はそれがですね、えっと、トーチタイタンっていう、えっと、まあ、世間一般的には量子アニーリングとか、イジングマシンとか、ギリ量子と言われている、まあ、GPU で、 計算するようなまあ、大規模な組み合わせ、最適化問題向けの。もうツールを使いたいっていうのがまあ、非常に増えてます。で、この技術自体は結構日本のガラパゴスになってて、海外だとあんまりその通用しないんですけど、日本国内だと製造業とかが多いので、まあ、業務改善とか業務最適化したいっていう時にまあ、そういったツールを使いたいっていうのが結構出てきてます。 現状は、まあ、そういったのを使おうとすると無料のものもあるんですけどそのほとんどのものがま有料のもので月額10万とか100万とか払って使わなきゃいけないんですよね。で今回はまあそういったちょっとものを覆すちょっと迷惑なものを開発しちゃったんですけど、えー、と手元のですね GPU で何十万も何百万もするようなものと、まあ、同じ計算もしくはまより性能がいいものを計算できるというものを作りました。 で元々はですね、タイタンっていう、えー、ツールがあってで、そのタイタンっていうその組み合わせデカ問題を計算するためのフレームワークツールを作ったんですね。なんで作ったかっていうと、結構組み合わせデカ問題の、あのー、やってる会社さんって結構撤退する会社が多くて、ツール作ってもなんかほったらかしみたいなのが最近結構増えててあの、ちゃんとサポートされてない。つまり時代に追いつくようにこう毎月改善しなきゃいけないんですけど、 改善がもう2、3年止まっちゃってるツールも結構あって、結構そこがネックになってるっていうのがありました。で、今回は複数の企業がですね、融資で持ち合って、あの、それを維持しているということで,で、今回ですね、さらに、えー、GPU 対応してほしいっていう要望が出たんで、えー、っと僕の方でですね、ChatGPT を使って、まあ、5分ぐらいで GPU 対応のツールを開発しました。 それがですね、トーチタイタンって言って、タイタンにパイトーチっていう、えっ、ー、と、ディープラーニング向けのフレームワークを作るんですね。で、普通の開発って、それは使わずにナムパイって普通の数値あのを操作するようなツールを使って、頑張って、そういった、合わせ最適化問題向けのツールを作るんですけど、今回は頑張らないで、 ディープラーニングのツールはい性能がいいんで、ディープラーニングのツールにを使って、まあそういった、あの、組み合わせて験問題向けのツールを作,作りました。で、何がいいかとかあるかっていうと、なんかディープラーニング、たくさんこう、GPU、マシンを揃えて、ガッて計算するっていうのが、まあやるんですけど、まあそれをですね、一から作るの結構大変なんで、今回はディープラーニングツールを使って、 両者アニーリングとかイジングマシンを作ってみたところ、まあ、めちゃんこ早くなったということで、で、ゲーミング GPU とか、あのー、ゲーミング PC とか持ってる方も使えますし、まあ、か、中身も全部ディープラーニングの言語で書かれているので、まあ、ディープラーニングのバイト値チっていうのですね、使い慣れてる方は、まあ、簡単に改造もできるんで、まあ、それがいいんじゃないかなと思います。なので、これを使うと、えっと、無料で、 商用、研究にすぐに使えるというようなものになっていて、まあ、問題を解きたい方、そして、まあ、こう非常に値段が高いようなサービスに申し込むのはちょっと大変という方は、手元のですね、NVIDIA の GPU、何でもいいんで用意して、トーチタイタン。トーチタイタン自体は CPU でも使えるんですけど、まあ、おそらく CPU だと5000シビットぐらいは限界で、まあ、結構性能が出ちゃ出ないんですけど、GPU だといくらでも性能を伸ばせるんで、 まあ大規模な問題とか、まあ、企業の商用化にも十分耐えられるようなものになりましたので、ぜひ興味ある方はですね、まあ、使ってみてください。一応概要欄にあのリンクを載せておきます。はい、今回は以上です。